日本食ヘルシー伝説。その1、深夜のラーメン屋。酒の締めで、ここに来てしまったダメダメな私の隣には、バックパッカーらしい外国人男女。なんで日本に来たの？日本のどこが好き？以下意訳。みたいな会話をしていたので、友人とかではなく、たまたま宿が同じところ、とかなのかなと思いつつ、ラーメンをすする私。日本は、私の国から一番遠くて、一番憧れてた国なの。一番楽しみだったのは、そうね、日本食。外国人女性、聞き取りやすい英語で、一番遠い国、イギリス人も頑張って箸を使いながら、ラーメンを食べている。日本の食べ物ってダイエットにいいのよ。君が深夜のこの時間に食べているのは、背脂ちゃっちゃな濃厚豚骨ラーメンだよね。その2、資料を読みながら遅い夕食をと思ってファミレスに入ると、真後ろの席に外国人数名足す案内役の日本人が座っていた。ワイワイ英語で会話している。日本で食べる日本食って、うちの国で食べるのと全然違うのね。そうそう、うちらの国で食べる日本食って何なんだろう？って思うわ。昨日の焼き鳥もほんと美味しくて、ヘルシーだったしね。メニューを見ながら、こっそり聞き耳を立てていた私の動きが止まった。ちょっと待て。焼き鳥がヘルシー？特に、皮なんてとてもヘルシーじゃないし、焼き鳥屋で食べる野菜なんて、漬物とネギマのネギぐらいだろ。と、内心盛大なツッコミ。案内役の日本人も動揺したのか、ヘルシーと、超ジャパニーズイングリッシュ。それに応答した外国人は、弾むような声で、超満面の笑み、多分。雑実験。だってあれ鶏でしょ。イエス、雑実験、そうだね鶏だね。あはは日本人。この話を、周囲の日本人に語ったところ、ほら、焼くときに油が落ちるし。軟骨とか、レバーとかヘルシーだよね。焼いたししとうまいよね。などと自分自身を納得させるように、無理やり、焼き鳥のヘルシーなところを挙げた上で全員、ないな。と否定し、鶏ってだけでヘルシーだなんてアメリカ人だろうみたいな流れになったけど、ごめん。そのファミレスはサイゼリアだったんだ。魔改造イタリアンを食べに来たイタリア人だったのかもしれない。その3、これは、よく行く酒場のマスターの体験談。日本に住んで長いのか、日本にちょくちょく来るのか、ちょっと不明なアメリカ人。日本の麺類は健康的だ。特にそば。うん、そうだね。うどん。うん、ヘルシーだね。ラーメン。いや、ちょっと待て。いや、待て。君が言いたいことはわかる。日本人にとってラーメンはヘルシーじゃないことは知っている。だが、私の国のマドナドやケタキーみたいな。調味料も香料も何もかも合成もので、何を食べさせられているのかわからない国の人間からしたら、ちゃんと自然のものを使っているってだけでラーメンだってそうヘルシーだ。アメリカ様のヘルシーの定義は、日本人の定義の射程外でした。そういや、アメリカのファストフードでは、1000カロリーを超えるサラダとかあるらしい。